温室効果ガスをまあ削減するっていう、まあ、環境省のトップとして、うん、その大臣としてどういうふうにお考えになりますか。その、まあ、お肉を、まあ、毎日でも食べたいとおっしゃっていること、うん、毎日でも食べたいということは毎日でも食べているというわけではないです。でも好きなもの食べたいときありません？そういうことを大臣としての、まあ、その生理のことをどういう感じで考えられているのかっていうのを伺ってますけど。じゃあみんなにバレないようにステーキ食べてる方が嘘くさくないですか？